さんこんにちは。生理学の講義を始めます。前回の講義では内分泌の働きについてお伝えしました。内分泌の働きは恒常性、体の恒常性の維持とお伝えしたんですけれども、体の恒常性を保つには今日のテーマ、フィードバックという機構を使います。フィードバックっていうのは自律神経やホルモンにより体の恒常性を維持する仕組みのことです。これ体の恒常性はカタカナで言うとホメオスタシスって言うんでしたね。では代表的なホルモンのサイロキシンについてお伝えしたいと思います。サイロキシンというホルモンは甲状腺っていう喉にある臓器から出るホルモンで、体の代謝を促進させる働きがあります。甲状腺からサイロキシンが分泌される。そうするとこれ分泌という意味で上昇って書いてありますね。サイロキシンが分泌されると代謝が促進されます。代謝っていうのは、体の活動状況で例えば体温が熱くなったりとか気持ちが高まったりとか心拍数が上がってドキドキしたりとか、そういうもの全般を指します。じゃあこの甲状腺からサイロキシンをたくさん出すには誰が指令をしているのか、命令をしているのはここです。脳下垂体の前葉という場所が甲状腺に対してサイロキシンをたくさん出しなさいねという命令を送ります。この命令をするホルモンはまた別にあって甲状腺刺激ホルモンと言います。ちょっと長いので H と略しますね。ホルモン、じゃあ書いておきましょう。 H はホルモンの略です。甲状腺刺激ホルモンが甲状腺に対して働きかけるとサイロキシンがたくさん分泌して代謝が促進されます。じゃあこの甲状腺刺激ホルモンをたくさん放出させるのを命令するのは誰か、こっちです。肝脳の視床下部が命令をします。でまた命令するホルモンは別にあって、ここのホルモンの名前は甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンです。長いですね。甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン、放出因子とも言います。肝脳の視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが放出されて脳下垂体前葉へ指令をし、脳下垂体前葉はそれを受けて甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌する。そうすると甲状腺はサイロキシンを分泌させて代謝を促進させます。で体は元気になる。である程度元気になったら体はもういいよ、もうまあまあ元気になったからもうそんなにサイロキシン出さなくてもいいよっていうのを今度はこっち側に指令を送ります。この指令のことを逆に戻るという意味でフィードバックと言います。このフィードバックは今ある程度促進したのでもういいよと抑制をかけるフィードバックになります。あ、これ。そしたら抑制命令が来た肝脳の視床下部は、ああそうか、もうそんなに働かなくてもいいのか、じゃあ今度は放出ホルモンをそんなに出さなくていいんじゃないと抑制をかけます。
それを受けた脳下垂体前葉はさらに甲状腺に対して抑制をかける。で、抑制命令を受けた甲状腺はサイロキシンの分泌を抑制する、抑えて代謝は抑制されます。で、今度は抑制しすぎるとあまりに元気がなくなってしまうので、抑制しすぎないようにもうちょっと促進させた方がいいんじゃないのかなというのを肝の視床下部に対してまたフィードバックをかけます。今度は促進命令ですね。というわけで、サイロキシンを分泌させたり分泌抑制をさせるときには、それぞれの臓器がこう臓器、それぞれの場所が、肝脳視床下部が脳下垂体前葉に命令をかけ、脳下垂体前葉は甲状腺に命令をかけと、こう伝言ゲームのように伝わり、伝言ゲームの結果がまた元に戻るっていう風にずーっとずーっとつながっていて、体の中の甲状腺代謝のこう維持について働きを起こします。今日のテーマはこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。